帰しています。すごーい。その横に植えているのは、オクラです。こちらもいい感じですね。何？どこ見てんの？釜の丸は、かわいいなー。たくさん食べてよかったねー。ところで、最近、あの子を見かけないですね。あーのーこー。あら？何？ちょっとかわいいじゃん。ねー。今日もこのようにたくさんの、野菜を収穫できました。うわー、うわー。目の前に出した瞬間に飛びつきましたこんにちは、おたま日記です。今日の動画は、7月2日からです。釜の丸とピーカマちゃんは元気かなー？釜の丸ー、おお、よしよし、手の上に登ってきたね。かわいいねー。以前紹介したように、釜の丸は触覚がかなり短いんですよね。そして、成長のスピードが遅いです。でも元気に育っています。じゃあ、ピーカマちゃんはどうかなー？うん？ピーカーマちゃーん。脱皮しています。すごーい。ピーカマちゃんは、5回目の脱皮をしました。釜の丸はまだ3回なのに、また差がついちゃったなー。去年、釜之助は、6月26日に5回目の脱皮をしました。こうやって比べると、ピーカマちゃんでもちょっと遅いくらいですね。まあでも、元気に大きくなってくれているから、いいよね。ねえ、ピーカマちゃーん。ピーカマちゃんも可愛いねえ。頑張って大きくなってねえ。7月3日です。家庭菜園の様子を見に、行きましょう。インゲンはいい感じでどんどんできています。その横に植えているのは、オクラです。こちらもいい感じですね。ところで、このように3本の苗をあえて、一緒に育てています。こうすることで、栄養が分散されて成長の、スピードがゆっくりになり、オクラの実が硬くなりにくいとのことです。ピーマン、いいですねー。そして、ミニトマトも綺麗に輝いています。キュウリも毎日何本か収穫できています。こちら、ナスですが、虫にかなり食べられています。犯人はこいつです。これは、二重や星テントウというテントウムシの一種ですが、草食でナス科の植物の葉っぱを食べるので、厄介ですね。ちなみに、以前、こちらの動画で説明しましたが、二重や星テントウは葉っぱを食べてしまう害虫ですが、七星テントウはアブラムシを食べてくれる強い味方です。うわぁ、それにしてもたくさんいるなぁ。あ、これは、ホオズキカメムシです。これも植物の汁を吸ってしまうので、害虫ですね。完全無農薬で野菜を育てているので、虫たちにとってもパラダイスだよねー。唐辛子もいつの間にかこんなに育っている。いいですねー。今年も山椒漬けにしたいと思います。山椒漬けはご飯にめちゃくちゃ合うおかずです。このミニトマトの脇に植えてあるのは落花生です。個人的に初めて育ててみます。どうかなー。ちゃんとできるでしょうかね。ゴーヤもいい感じです。ところで、ここ、もう草だらけでわからなくなりましたが、ミックスリーフ、水菜、ルッコラを育てていたところです。以前は、こんな感じでした。周りに葉っぱもなく、育っていましたが、だんだんと成長し、今では雑草に紛れてしまいました。ということで、すべて撤去し、今後のために土作りをしておきたいと思います。生ゴミで作った堆肥を入れ、埋めておきます。しばらくすると分解され、ふかふかのいい土になるでしょう。さて、畑仕事をしながら、ピーカマちゃん、釜の丸、ギョンオタマのご飯を捕まえてきました。ピーカマちゃんには、ウジ虫をあげましょう。ほらー。ピーカーマちゃーん。おお、いったー。早ーい。すごいねー。バクバク食べ始めました。釜の丸には、ガをあげましょう。よーし、ガだぞー。
どうかなー？おー、行ったねー。釜の丸も行ったねー。釜の丸は、ピーカマちゃんより成長が遅れているので、たくさん食べてほしいですね。ということで、釜の丸には、おまけで、ハエもあげちゃおうね。ほらほらー、ハエもあるぞー。ほらほら、釜の丸ー。見てごらーん。ハエも美味しいぞー。きっと美味しいぞー。おー、すごいすごい、捕らえたー。釜の丸は、体は小さいですが、食欲旺盛なので、いいですねー。釜の丸は、ハエもじっくり味わいながら食べていきました。よーし、ちゃんと、全部食べて、偉かったねー。釜の丸ー。なに？どこ見てんの？釜の丸は、かわいいなー。たくさん食べてよかったねー。ぴょんおたまー。ごめんよー。待ちくたびれたよね。ぴょんおたまには、これをあげるよー。これは、おそらく、ハナムグリの幼虫ですね。ほらー。ぴょんおたまー。お、あ、あー、届いてないぞー。爪楊枝でちょっと近くに寄せてあげましょう。どうかなー。おー、いったー。今度はちゃんと下に貼り付けて口の中に放り込んだー。あ、でもしかし、結構大きかったかな？飲み込むのに少し苦戦していますね。カマキリは、少しずつ獲物をかじって食べるので、大きな獲物でもゆっくり食べていくことができます。でも、カエルは、歯がありませんから、どんなものもすべて丸飲みです。無理やり袋に押し込む必要があります。大丈夫か？でも、いけそうです。少しずつ、胃袋の方に押し込もうとしています。飲み込めるか？飲み込めるのかー？いった。いったー。ペロリーン。7月5日です。ノウゼンカズラの花が綺麗に咲いていますね。あ、ここに野生のカマキリがいるー。いるじゃーん。カーマキーリちゃーん。あ、逃げちゃいましたね。あら、こんなところにセミの抜け殻があります。殻なので、無事に成虫になったんだね。羽化は決して簡単なことではありません。失敗することも多いんですよね。ミーカーンの花が、咲いてない。だって、ミーが、こんなに大きくなっているから。あら、ちょっと風が強かったので、小さいのが結構落ちてしまっているなぁ。ところで、最近、あの子を見かけないですね。あーのーこー。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。あの子は、そのうち毛並みが茶色の茶族に、属する野良猫です。ちょっと前までは、この屋根の上で、よく昼寝を、していたんだけどなぁ。これは、6月20日の映像です。このように、屋根の上に寝転び、寝ぼけ眼でくつろいでいました。あの子は、この老梅の木の向こうにある、森の方から来ていました。また来ないかなぁ。あの子を。ここにあるの、何かわかりますか？カマキリ日記143で、植え付けの様子を紹介しましたが、アスパラです。このように、植え付けたとき、最初は根だけでした。それが、ここまで育ちました。アスパラは、根が土の中に残っていて、毎年収穫できます。来年も楽しみです。さーて、みんなのご飯を探さないとなー。うん？あれ？またこの音楽。あ、あー、いるじゃーん、シーンセーキさーん。親戚さんは、庭を通りすがる野良猫のうち、毛並みが茶色の茶族に属する野良猫です。そして、リトルトクロゴマちゃんのお母さんです。シーンセーキさーん。何してんのー？一人でお座りしてんのー？リトルトクロゴマちゃんはー？ねえ、お子ちゃまたちはー？暑いから置いてきたのー？あら？何？ちょっと可愛いじゃん。ねえ。あ、ごめん、大丈夫大丈夫、大丈夫だよー。あ、
ああ、行っちゃう、行っちゃうのー。シーンセーキさーん。こっちの方を気にしています。ねえ、お友達になろうよー。あ、ああ、ごめーん、そんな怒らないでよー。シーンセーキさーん。バイバーイ。7月7日です。今日もいい天気だなぁ。あ、ハエがいたので捕まえようと思いましたが、逃げられちゃいましたね。こちら、ダイソーで買ってきた、100日草の種をまいたところです。見事に花が咲きました。これなんかすごいです。中央部分にも花びらみたいなものがあります。お、おう、このミニトマトに、ああ、青虫がいるー。捕まえます。よし。捕まえました。うわぁ、それにしてもまん丸に穴を開けられましたね。うん？あ、ここに、クモガスを、作っています。多分、長子がネグモだと思います。まだ子供ですね。この真ん中の特徴的な模様、不思議ですね。この模様で獲物をおびき寄せているという説もありますが、はっきりしたことはよくわからないようです。下の方に、オンブバッタがいますね。捕まえて帰りましょう。今日もこのようにたくさんの野菜を収穫できました。そしてこのようにご飯となる虫もたくさん捕獲しました。え？あ、もちろんこの子たちのご飯ですよ。ぴょーんおーたまー、お気に入りの石の上でお座りしてるねー。ではまず先ほどミニトマトにいた青虫です。ほらー、お、見た？おお、行ったー。でも、外れたー。ピンセットで少しつついてみましょう。よーし、行ったねー。じゃあこれもあげるよー。セマダラコガネの幼虫です。うわー、うわー、もう、目の前に出した瞬間、出した瞬間に飛びつきましたー。でも、大きいので苦戦しています。手を使って無理やり押し込もうとしています。頑張れー、ぴょんおたまー。すごいぞー。おお、もうほとんどが口の中に入りました。しかし、まだちょっと出ています。よし、いけるか？体全体を使って飲み込もうとしています。ぴょーんおーたまー。ペロリーン。いやー、ぴょんおたまは、すごかったなー。釜の丸には、オンブバッタをあげました。よーし、捕らえてくれたねー。いいねー。釜の丸は、体は小さいですが、食欲旺盛です。元気そうで何よりです。そして、ピーカマちゃんにはシジミチョウを、あげましょう。よーし、ピーカマちゃんもすぐに、食べ始めました。美味しそうに食べるなー。餌になってくれたシジミチョウに、感謝ですね。ところで、こちらのケース、何かわかりますか？もし覚えていた方がいたら、すごいですね。これは、去年、釜之助が入っていたケースです。詳しくは、カマキリ日記79、をご覧ください。ピーカマちゃん、だんだん大きくなってきたので、今日からここに引っ越しさせました。水滴がついているのは、洗ったからです。カマキリは水を飲むので、あえて拭き取らずにそのままにしました。いずれにしてもそのうち乾くでしょう。ピーカーマちゃーん、新しいお家、気に入ってくれるかなー。ところで、先ほど収穫した野菜は、インスタントラーメンに入れて、食べました。ルッコラ、オクラ、インゲン、ミニトマトを入れました。薄くならないように、水を少しだけ少なめにして、茹で上がりの最後の方に野菜を、投入しました。煮込みすぎないようにすると野菜の歯ごたえが、残るので、私はこの方が好きです。うん、うまーい、うまいなー。次回予告です。リトルー。ほらー、猫じゃらしだぞー、楽しいぞー。おー、すごい、食べたものが体の中を上がっているのがわかりますね。ピーカマちゃんに続き、釜の丸も大きなケースに引っ越ししました。あー、なんだー、
この虫は、二重や星点灯が捕らえられてるー。釜の丸ー、脱皮して、大きくなったじゃーん。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。